ませんよ、全然。もう準備できてますから。ええ、何時にします？それじゃあ7時半にしましょうか。それとも8時にする？7時半ってとこかな。本当ごめんなさいね。なんか家で料理作るの久々なんで、なんか段取りが。いや、僕はもう川上さんの手料理が食べられるんですから、何時間でも待ちますよ。あんまり期待しないでくださいね。ちなみに何料理？一応イタリアンなんですけど、なんか自信なくなってきた。へえ、気合入ってるな。それじゃあ僕はタキシード着ていきますね。やめてくださいよ。割と形から入る方なんですよ。本当ですね。絶対着てきてくださいよ。樋口さんは連絡つきました？それが一応携帯の留守電には入れといたんですけどね、全然連絡がないんですよ。6時には帰るって言ったんですけどね、昨日の段階では。どうしましょう？別にいいんですけどね。ただ人数が分からないと何人分作っていいか。そうですよね。いや、多分仕事が押してるんだと思うんですよ。あいつも連絡くらいくれればいいのにな。ねえ、連絡一本入れればいいことなのに。すいませんね。そんな小菅さんが謝ることじゃん。とりあえず3人分お願いできますか。それで樋口がダメなときは僕が2人分食べますから。大丈夫？大丈夫？あの小菅さん。はい。ごめんなさい、やっぱり8時にしてもらえます？おい、ちょっといいか。何？これ移動したいんだよ。いいじゃないか、このままで。まあ後にピタリ寄せるんだよ。どうしてよ。朝日が届かねえんだよ。俺朝日を浴びて目覚めるのが好きなんだよ。いいよ、そんなの浴びなくても。バカだな、全裸で浴びる朝日って気持ちいいんだよ。ちょっとこっち持ってくれ。全裸で寝てるの？そうだよ。一応これはセルフだよ。これだけ？うん。よいしょ。お腹冷えちゃうよ。多少はしょうがねえよ。樋口は新しいアパートが見つかるまでの約束で先週からうちに転がり込んでいる。出かけんじゃねえのか？え？あ、もうすぐ行くよ。ちょっと時間が空いちゃったんだ。で、何行くんだ今日？え？接待って言ってたじゃないかよ。今日はフレンチ。そういうのも全部お前が段取りするんだ。そうだよ。で、誰が来るんだっけ？本社のね、調整部のね、部長さん。あと奥さんも一緒。家族旅行らしいよ。そういうのもお前が面倒見なきゃいけねえんだ。そうだよ、芝居のチケット買ってやったり、おいしい店連れてったり、お見合い買うの付き合ったりさ。サラリーマンズも大変なんだな。部長の奥さんにお花あげたいんだけど、どんな花がいいかな。なんでそんなことすんだよ。なんか手ぶらで行くのもって感じなんだよ。何がいいと思う？花よした方がいいんじゃねえか、気ざったらしいぜ。花でいいよ、高いもんじゃなくて。バカだな、花ってたら高えんだよ。チョコレートにしろ。花を買うように言われたんだよ、部長に。それ先に言えよ。もういいよ。で、なんか事件は？うん、大した事件ないね。レインボーブリッジでトラックが三重衝突、怪我人はいない模様。なあ、あの部屋のカーテン変えてんだけど、どういうセンスしてんだよ。フラワープリントはねえだろう。前の住人の趣味だよ。レースのカーテンにしたいんだけど。いいけどさ。明日買ってくるわ。ねえ、新しいアパート探してんの？探してるよ。このままずるずる居座るの絶対良くないと思うんだよ。ここは仮住まいのつもりでいてくれないと。分かってるよ。これ樋口のために言ってんだよ。分かってる。見る？どうやんだよこれ。んこう見たいところをね、クリックすればページ進んでるから。消すときは？終了選んで電源を切る。Sure。
そっちもそろそろ出かけた方がいいんじゃないの。俺は8時にプリカーストリートだから。出かけるときは戸締まり忘れないように。あと火の始末もね。はーい。帰ってくんの？飯食ってくるだけ。今日の相手はモニカさん。ねえ、そのモニカさんとこ住むわけにいかないの？残念だったな。モニカさん人妻なんだよ。かすみ草は俺の経験からすると女は多かれ少なかれかすみ草好きだから。サンキュー。それじゃあ樋口のりとは何にも知らねえんだ。当然でしょ。そいつはいい君だな。あいつは森川さんとご飯食べてりゃいいんだよ。その通り。いいか、今夜決めちまえ。こんなチャンスはめったにねえぞ。飯食った後押し倒せ。ちょっと待ってよ。こういうのは先に手つけた方が勝ちなんだよ。そういう言い方、世の中綺麗事だけじゃ済まねえんだよ。だけど相手の気持ちもあるじゃないか。誠はあんたのことどう思ってんだよ。嫌ってんのか。嫌いな人間をうちに招待するか、嫌いな人間と一緒にデュエットするか。小杉康介、もっと自分に自信を持て。誠はあんたにぞっこんだぞ。そろそろ行ってくる。まだ早いんじゃねえか。ちょっと気合いあるんだ。ごちそうさま。頑張れよ。さっき渡辺君がさ、猫がどうしたんだよ。懐いてないんだよ僕に。相性悪いんだ。そのくせさ、樋口に今妙に懐いててさ、腹立つんだ。そこだけなんだよ、あいつにかなわないのは。これ持ってけ。元飛び。再建。樋口。お邪魔します。あ、本当にタキシード来てる。どうぞ。あ、私かすみ草大好きなんです。何してるんですか。なんかそんな気がして。入って入って。失礼します。とりあえず座っててもらえます。樋口なんですけど結局連絡つかなかったんですよ。全くどこで何やってんのか。ワインでも飲んでます。僕お酒やめてるんです。一杯ぐらいいいじゃないですかね。小杉さんいらっしゃいました。お、いらっしゃい。小杉さんにかすみ草もらっちゃった。ちょっとミント取ってくれる？はい。とりあえずこれ食べてて。はい。あのね、これがピーマンのマリネで、それでこれがモッツァレラトマト、それでこれが子牛のカルパッチョ。みんな樋口さんが作ってくれたの。そうなんだ。助かっちゃった。もうすぐできますからね。テレビでも見てて。
あの、どうして樋口が。私ね、料理の作り方が分からなくて樋口さんの携帯の留守番電話に入れといたんですよ。電話くれって。あいつの携帯に。ええ、そしたらすぐに電話かかってきて、なんかちょうど仕事が終わったとこだったらしくて、それでね、早めに来てもらったの。そうなんだ、うん、今ソース温め直してるから。あ、あとは私やりますから座ってて。うん、あのね、あのサラダのドレッシング冷蔵庫に入ってる。助かりました。なんだその格好。樋口、携帯の留守電聞いたらさ、彼女の声で今夜来るのか来ないのかって入ってたから驚いちゃったよ。あのね、心配するな、一応話合わせといたから。ありがとう。悪いことはできないね、神様見てるね。うん、で、樋口君はずっといるの？当たり前じゃん、俺だって招待されてんだもん。だけどモニカさんは？こうなったらしょうがないでしょ、うん、モニカには泣いてもらうことにした。待ってんじゃないの？連絡取りようがないしな、忘れた。ごめんなさい、ドレッシングどこって言った？冷蔵庫の中、あのボールに入ってるから。ボール？こういうやつ。それとあのゆで卵が入ってるから、それを細かく刻んで玉ねぎのみじん切りと一緒に。あ、いやいや俺がやる。すいませんね。ああ、じゃあ野菜用の盛り作っちょっと。はい、もうちょっとですから。はい。あ、そうだ、小杉さんパソコンやる？ええ。あ、じゃあちょうどよかった、ちょっと見てもらいます。なんかうちのパソコン調子悪いんですよ。パソコンやるんですか？ええ、なんとかっていう、何でしたっけ、なんとかホームページ。あ、そうそう、それをね、時々見るぐらいなんですけど、これなんですけど。なんかね、急に動かなくなっちゃったの。いいですか、開けて見てもらえます？いいの持ってますね。もらいもんなんです。別に治らなきゃ治らないでいいんですけどね、捨てちゃっても。いや、治りますよ、大丈夫。いろいろやってみていいですか？お願いします。あそこ行きましょうよ、骨がいっぱいあるところ。あ、なんだそりゃ。ほら、でっかい恐竜の骨があるところ。ああ、自然史博物館か。どうぞ。ああ、ありがとう。行ったことあります？あるよ。あそこいいですよね、私大好きなんです。ああ、そっか。なんで、おかしい？いや、そんなことはないけどさ。行ったことあります？僕はまだ。絶対いいですよ、今度行こう。なんで好きなの？私ね、恐竜が好きなんですよ。うん、だってすっごいセクシーだと思いません？セクシー？絶対セクシーだと思う。考えたことないな。なんか私ね、男の人のあばら骨って好きなんですよ。あばら？あと鎖骨も、なんかこう骨が浮いてるの見るとグッときちゃうんですよね。そういうのがあるのかもしれないね。それは骨が好きだっていうこと？うん。だから恐竜が好きなんだ。そう、まあ全部骨だからね。今度みんなで行こう。今日の渡辺くん、小菅さんにべったりね。ついてんな。不思議と。あ、パソコンありがとうございました。とんでもないです。小菅さんね、パソコン直してくれたの。あ、まあ、それほどのことじゃ。でも私もう捨てようかと思ってたんですよ。マシンがフリーズしたんだよ。ああいう時は後ろにリセットボタンがあるから、そこをピンの尖った先みたいなのでちょっと押せばすぐ解除されますから。へえ、そうなんだ。全然わからん。私も。また動かなかったら言ってください、僕やりますから。なんか尊敬しちゃう。僕の話はいいよ。
パソコンやるんだ。やるよ。そんな感じには見えないけどな。ひどい。私ってそんなバカに見えます？私だってね、パソコンぐらいやりますよ。結構簡単なんですよね。ホームページってどんなやつ？内緒。ほんと見てんのか？見てるだけじゃないよ、ちゃんとメールも出してるし。プロレス関係？内緒。なんだろう。まあいいや。あ、すいません。それよりさ、あっちの方はどうなった？お店の方。お店？ボスとは話したの？悪いこと言わないから早く話してすっきりした方がいいぞ。なんか向こうも忙しいらしくて、来週様子見て話してみる。どう思う？辞めるんだったら早い方がいいと思うけど。辞める気ねえんじゃねえのか？そんなことないよ。だってあんたの話聞いてたらさ。私だってね、分かってんの。あそこにいたってしょうがないことぐらい。ほんとかよ。ただなんだよ。グリーンカードのことがあって、それでね、ちょっと悩んでることは確かに。それって保証人のこと？うん。ひょっとしたらボスに頼もうと思ってるわけ？そんな考えまで持ってるわけ？そうじゃなくて。だってそういうことじゃねえかよ。あんたさ。だけど最初はそういう約束だったから。それが奴の手口だって自分で話してたじゃないか。そうだけど、もしかしたら。息の抜けたような話してんだよ。ごめんなさい。甘えてんじゃねえよ。甘いんだよ考え方が。また怒られちゃった。とにかくいつまでもグズグズやってたらダメだからね。まずボスと手を切ることから始めないと。はい。電話しろ。え？今すぐボスに電話しろ。来週話すから。ダメだ、今すぐ電話するんだ。だけどもう今日は遅いし。今度でいいじゃないか。ダメだよ、俺たちの見てる前で辞めるって言うんだ。あ、でももうお店にいないと思うし。いなかったら留守電に残しとけ。早く。もしもし、川上ですけど。さっちゃん、お疲れ様。まだいたんだ。ボスいる？あ、じゃあちょっとお願いできます？もしもし、川上ですけど。あの、実はちょっとお話ししたいことがあって。今、大丈夫ですか？ええ。ああ、もうお帰りになるんですか？明日。じゃあ、あの、明日ちょっと時間作ってもらえますか？ええ、渡辺さんの都合のいい時に。はいはい。え、じゃあ6時に。はい、失礼します。雨になりそう。雨の匂いがするよ。窓開けてていいのか？雨の匂いって好きなの、気だるくって。猫とか飛び出したりしないの？大丈夫、この子は絶対外に出たりしないから怖がりなの。ねえ、トランプでもする？いいよ。渡辺君、本当に小菅さんが好きみたいね。よかったな。小菅さんも今日は全然くしゃみ出ませんね。あ、慣れてきてるみたい。トランプ叩きますね。この前の続きやる？セブンブリッジ。またどうせ俺の一人勝ちだぜ。絶対負けないからね、小菅さん。
樋口さんって勝ち方が汚いんだもん。俺は勝負に対しては何でも真剣なの。絶対勝とうね。配れよ早く。モニカさんじゃないの？違うよ。そうだよ、モニカさんって彼女ずっと待ってるんじゃないかな。何か約束があったの？別に大したようじゃないから。樋口、食事の約束したんですよ今夜。嘘。え、いや、お前がだってこっちの話ちゃんと伝えないからいけないんだろ。あの、そういうモニカさんとは関係じゃないから電話してあげた方がいいんじゃないか。うるさいよ。でも待ってるんでしょ？もう忘れて8時にブリーカーストリートだっけ。うるさいんだよお前は。全然空いてるじゃない。いや大丈夫大丈夫、俺にはこっちの方が大切だから。そういうことでいいじゃない。モニカさんかわいそう。かわいそうじゃないよモニカさんは。ね、さあほらトラップやろう。どういう人なの？人妻らしいですよ。仕事で知り合ったんだっけ。余計なことペラペラ喋んなよお前は。雑誌の編集者の奥さんとか言ってました。不倫なんだ。樋口さんってガールフレンド何人いるの？僕が知ってるだけでコニーさん、アンさん、スーザンさん、いい加減にしろよ。確認できるだけで6人。小菅、ねえ、モニカさんに電話してあげた方がいいんじゃないの？僕もそう思う。電話番号知らないから。じゃあダメか。携帯に記憶してあるはずだけど。そうなの？付き合ってる彼女の番号全部記憶してあるはずですよ。覚えてる。今からでも言ってあげれば。そうだよ、顔だけでも出してあげればいいじゃないか。ねえ、そしたらモニカさんもきっと喜ぶと思うし。そしたら行くの？行くわけねえだろ。怒ったの？片付け、あんた自分でやれよ。樋口、樋口、ちょっと待てよ。いいよ小杉さん、二人で神経衰弱でもやろ。そうします。樋口さん、あんなに怒ると思わなかったですね。自分が悪いんですから気にすることないですよ。そうですよね。小杉さん、もう一本飲めます？僕は大丈夫ですけど。じゃあもうちょっとだけ。樋口さんって一度に何人もの女の人と付き合ってよく疲れないですよね。コツがあるみたいですよ。コツ？ええ。どの人ともあんまり深く付き合わないみたい。それそうですよね。全部真剣だったら身が持たないもん。渡辺君がいなくなった。あ？急に窓から飛び出して行っちゃったんだ。これから探しに行くんだ、力貸してよ。猫だろ、帰ってくるよ。生まれてから人も表に出すことないんだって。絶対どっかで迷子になってるはずだって。手分けして探そう。樋口、俺はもう歯磨いて寝るとこなんだよ。何言ってんだよ。俺はいいよ。樋口、いいじゃねえか、あの猫はいなくなった方が。お前も聞いたろ、
ボスの名前。あの女、別れた男の名前猫につけてる。あの女は忘れられないんだよ、ボスのことが。だから店も辞められないんだ。踏ん切りつけるいいチャンスじゃねえのか。あんな奴だとは思わなかった。大丈夫、僕が必ず見つけてみせます。田辺君、私思い出した、一番好きな映画、ずいぶん見たの昔だからタイトルも覚えてないんだけど、ニューヨークが舞台で女の子がアパートに猫と暮らしてるの。そして同じアパートに住んでる小説家の男の人と恋に落ちるの。多分あまり有名な映画じゃないと思うけど。それはとても有名な映画ですね。本当？オードリー・ヘップバーン。知らない。ティファニーで朝食を。私ね、その映画を見て決めたの。いつか必ずニューヨークで一人暮らしをして、その時は絶対猫を飼うんだって。へえ。渡辺君はね、ここに引っ越してきた時にボスがプレゼントしてくれたの。あ、そうなんだ。最初はね、こんなちっちゃかったんですよ。ポケットの中に入れて散歩に行ったこともあるのよ。あの子のおかげで私本当に助かったの。辛い時はいつもそばにいてくれたし。面白いわよね、雰囲気でわかるのね。私が泣いてるとそっとそばにやってきて涙を舐めてくれるの。それで映画のあの子が猫を飼っているわけがやっと分かったような気がしたの。人間って話し相手がいないとダメになっちゃうみたいね。そういうとこってあるみたい。多分そんなに遠くに行ってないと思うんですよ。ぐるっと回ってきます。僕のせいだ。あんたもバカなことしたもんだな。元はね、あんたが悪いんだよ。また旅なんかくれるから。俺のせいかよ。悪かったよ。冗談じゃねえな。どうすればいいんだ僕は。とりあえずまた旅のことは死ぬまで黙ってた方が無難だろうな。正直に打ち上げて謝った方がいいんじゃないかな。あんたの気が済むならそれでもいいけど、多分誠は一生許してくれないだろうな。どうすればいいんだ僕は。多分その猫はもう見つからねえな。家猫だろ。まず無理だね。よっぽどの奇跡でも起こらない限りは。
ただ昔俺がシンガポールにいた頃飼ってたテナガザルは逃げてから5年後ばったり道端で再会したけどな、まあ、稀にはそういうこともあるんだ。僕に今できることは、ペットを失った飼い主の悲しみを癒せるのは世界で一つだけ。新しいペットだよ。そっか、まあ、最初は前の猫の思いがあるからさ、新しい猫なんてって言うかもしれないけど結局はそれしかないんだよ。こういうこともあったな。俺が昔、ちょっと待って、俺が昔カナダにいた頃知り合いのハンターがさ、そう逃すんじゃねえぞ。こいつはポイント高いぞ。彼女を喜ぶかの目に浮かぶよ。行ってくる、うん、バカ、傘なんか差してっちゃダメだろ。どうして？できるだけぐっしょり濡れて帰るんだよ。その方がこの雨の中を探し回ったって感じが出るだろう。もうありがたみが湧くんだよ。だけど人生ここぞって時は演出が必要なんだよ。分かった、頑張れ。ありがとう。どうした？雨が止んでるんだよ。よし、うちでシャワー浴びてけ。頭から雫垂らして帰るんだ。そこまでやる？誠の心をつかまなくていいのか。出てるよ湯気が。帰るまでには冷えるだろう。行ってくる、頑張れ。渡辺君も、うん、あれ、まずい、渡辺君。あ、綺麗な死に顔だ。傷一つないよ。せめてもの救いだな。あの時すぐに持っててやりゃよかったな。そういうこと言うか、あんた。そういうこと言うか。人生わからんもんだ。あ、こんな感じでどうでしょうか。
そんなに落ち込まないで。しょうがないですよ、もう。川上さん、実はお話が。それにね、渡辺君性格のいい子だから、きっと誰かが拾ってくれると思うんです。きっとどこ行っても可愛がってもらえると思うし。小菅さんもそう思いません？思いません？思いますね。でしょ？だから私もうくよくよするのやめました。川上さん、それにね、もしかしたらまたいつかひょっこり帰ってくるかもしれないじゃないですか。だから私それまで待ってます。そうですね、うん、見られちゃった。なんかしてないと気がめいっちゃうから。知ってます？こっちに住んでる日本の人が作ってるホームページ、いろんな人がね参加してるの。こんなのがあるんですか。悩み事を相談したり、みんなで励まし合ったり、読んでるだけで面白いの。時々参加もするの？樋口さんには内緒ですよ。だってほら、あの人日本人同士がつるんでるのってすごく嫌がるでしょ。でもあいつもそう言いながら僕らとばかりつるんでますけどね。ですよね。靴の木のもうちょっと先行ったところにペットショップがあるんですけど、知ってます？ううん、今度一緒に行きませんか？猫はでももういいわ。気持ちはわかりますけど、ペットを失った悲しみや新しいペットしか癒せないって言いますよ。でも今はちょっと新しい猫は飼えないわ。だって渡辺君が帰ってくるかもしれないじゃないですか。なんか私ね、意外に早く帰ってくるような気がしてるの。小菅さんもそんな気がしませんか？ええ、するでしょ？します。なんかね、明日あたりひょっこり戻ってくるような気がしてしょうがないの。小菅さんは？ごめんなさい。ずぶ濡れじゃないですか。タオル持ってくる。あ、それかシャワー浴びます？いいよ。浴びて浴びて、風邪ひし。ひじゃく。樋口さん、きっと雨の中ずっと探し回ったんでしょうね。あんなびしょびしょ言ってるまで。風邪ひかなきゃいいけど。Thank you.
どうやら樋口は僕と同じ作戦を取っていたようだ。つけたんだろうか。多分近所の路地裏か何かでばったり出くわしたんだろう。あいつは何をやってもついている。そして僕は川上さんをどんどん近づけていく。そして僕はその時、僕は次の日曜日、川上さんは僕の部屋へ引っ越してきた。川上さんはボスと相談して店を辞めることになった。ボスはもう一度よりを戻したいと言ってきたらしいが、彼女の気持ちは変わらなかった。
ボスはアパートも引っ越さなくていいと言ったそうだ。でも川上さんはそれも断った。なんか大変だよ。何が？下段ボールでいっぱいだもん。あれ入りきらないよ。どうしようか。知らねえよそんなこと。ケイチの部屋にも少し置かせてもらうかもしれないよ。ダメだよ俺の部屋は。なんで？だって俺の部屋は余計な目的ねえもん。そう言われても。俺のポリシーなの。部屋は広く使う。それは俺の動きが大きいからだ。いそろうなんだから家主の言うこと聞こうよ。おめえの部屋に置きゃいいじゃねえかよ。もうちょっとさ、いそろうのたしなみってもんが。ねえ、これどう思う？あ？川上さんだよね、これ。うん。なんで狩野店名で写ってんだろう。知り合いなのかな。え、これ狩野店名じゃねえだろう。え？狩野先生こんなちっちゃくねえもん。ボスじゃねえのか？ボス？うん。だってこれ彼女の店の前だろ。そうか、これもボスか。ずいぶんあぶらぎってんじゃねえかよ。こっちくしょう。こっちか。行かねえよな。あの。え？どうですか？進んでます？ちょっと。お願いしていいですか？ここの引き出しの中に全部箱に詰めちゃってもらいます。あ、はい。こういうさ、もういらないもんはさ、この際捨てちゃえば？そうなんですよね。分かってるんですけど。あ、すごい。T シャツってたまっちゃうんですよね。そうそう。あ、いいですか、これどんどん詰めちゃって。お願いします。おー、じゃあそっち持ってってやろうぜ。僕もね、大学時代に買った T シャツまだ持ってますよ。え、小菅さんも？こういうのって一枚一枚に思い出が詰まってて捨てられないんですよね。そうなんですよ。これは何？あ、それ捨てちゃって。これはどんな思い出が詰まってんの？これ。それはあんまりいい思い出はないわね。どんな思い出だよ、どんな思い出だよ。知らないよ。え、こういうのよく着るのね。うん、でも一人の時はあんまり着ないわね。それね、この脇が擦れちゃって痛いんですよ。あ、これじゃない、自分で買うの？それは人からもらったもん。それは、それはってことはまだあるってことだよ。知らないよ。いいですか、これ捨てちゃって。袋の中に入れちゃって。それ終わったらもう一つお願いがあるんですけど。ええ。運んでほしいものがあるんです。はい。猪狩くんなんですけど。え、猪狩くん紹介しなかったっけ。ええ、渡辺くんしかまだ。他にもいるんだ。猪狩くん、足元気をつけてね。足元階段ありますよ、階段。気をつけて。サボテンに名前つけるか、おい。いいじゃないですか。あなたの名前は分からない。なんで？サボテンはね、人の言葉が分かるんですよ。だから名前をつけてあげたり話しかけた方がいいの。ちょっと、小菅一回心そう。え、ちょっと、分かった。名前なんつったっけ、これ。猪狩くん。猪狩くんね、でかすぎるよ。最初はね、そうでもなかったの。もらった時はね、こんなんだったんですよ。それがみるみる大きくなって、こういう形になりました。名前なんかつけるからだよ。いっぱい愛情を受けて育ったんだね。そうなの。これ、それどこに置くんだよ。とりあえず、樋口の部屋。おい、勘弁してくれよ。ベランダでもいい？雨に当たらない方がいいんですけど。じゃあ、ヒューチの部屋。だったらいいや、ここに置いとこうぜ。それまずいだろう。オブジェとしてちょうどいいじゃねえかよ。私の部屋でいいですよ。いや、多分入らないと思いますよ。いや、僕の部屋で。すいません。とんでもないです。はい、じゃあ行きましょう。はい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 、せーの。災難でしたね。とんでもないです。ちょっと向こうも向いてもらえます？考えたんだけど、みんな聞いてくれるかな。ええ。樋口も聞いてる聞いてる。僕らこれから共同生活するわけだけど、やっぱりそれにあたって決めておかないといけないことってあると思うんだ。めんどくさいとは思うけど、後々揉めるのもお互い嫌だし。聞いてんの？聞いてるよ。こっち向いて。食事はそれぞれ生活のサイクルが違うから、自分で取るのがいいと思うんだ。私作りますよ。あ、それ良くないよ。
私平気よ。だってお手伝いさんじゃないんだもんね。ああ飯ぐらいなんとかせよ自分らで。ただし週に1回は3人揃ってご飯食べましょう。そうしよう。それ決まりなの？決まり。なんか楽しい。別に決まりにしなくていいんじゃねえのか。いやこういうこと決めとかないとズルズルなっちゃうから、とりあえず日曜の夜は開けといてね。はい。それと冷蔵庫のものは勝手に食べない。自分で買ってきたものには名前を書く。細けえな。いやこういうことが大事なんだよ。あと消灯時間は夜11時。ちょっと待ってよ。それ以降はむやみに部屋の中を歩き回らないこと。厳しくねえか寮じゃねえんだから。おトイレもダメなの？トイレは OK。 それからね、夜間誰かの寝室で二人きりになるのは禁止します。お前は寮長先生か。そういう時は必ず僕も呼ぶようにしてください。僕って言うなよ。そういう時はもう一人も呼ぶこと。どう思います？いいんじゃない、三人の方が楽しいし。よろしくお願いします。こんなとこかな。どうもありがとう。以上です。よろしく。あのさ、うん、川上さんのことなんだけど。うん。この際だから言うけど、僕は川上さんが好きだ。なんで今さら。お嫁さんにしてもいいと思ってる。ふーん。かなりマジでこれは。だから余計な真似はしないでくれ。なんで余計な真似。僕が先に見つけたんだ。これだけは忘れないようにね。言っとくけど、俺と晴れたに先も後もねえからな。何言ってんだかこの男は。なんだよ。俺がお前にどれだけ貢献してると思ってんだよ。何貢献したって言うんだよ。お前俺がここに越してきたから彼女もすんなり同居することになったんだろ。なんだそら。お前目当てだっていたのが。だから違うよ。普通男一人のところに女が越してくるか。あ？三人だから彼女も安心して住めるんだろ。彼女とお前が同居できるのも俺のおかげだ。そうだろう。確かに俺はあいつが好きだ。でもお前がそこまで考えてるんなら俺の出る幕はない。お風呂上がりました。だけど男と女の関係は何があっても不思議じゃない。ただ安心しろ、俺は友達の女は取らない。でも彼女はお前の女じゃない。だから早く彼女にしちまえ。悪いこと言わないから。ビールいただきます。あ、今日もやったの、あれ。何？ほら、お湯から下半身だけこういう風に。半身浴？やったよ。ね、気持ちいいからみんなもやってみなよ。絶対いいと思うの。あ、ねえ、ほら、ちょっと名前書いといたよ。M は誠の M だからね。うん。でも俺まだイメージわかんないんだけど、あんたがこう下半身だけ出してお湯に入ってる姿が。なんで？だからお湯を少なめにして上半身だけお湯に使って下半身は外に出すの。今度見学させてもらってもいいかな。いいよ。本当に？ちょっとなんだよ。お風呂覗くのも禁止だから。なんで勘弁してくれよ。それ何言ってんだ。当たり前だよ。別にお風呂覗かれてもいいぜ。本当ですか？覗いちゃいますよ。覗むところで。だからそういうのはよくないんだよ。そういうの許すとズルズルになっていって結局子供ができちゃったりするんだよ。何言ってんだよ。それから川上さん。はい。その格好はちょっと目のやり場に困るんで何とかしてください。え、ダメ？ちょっといいんじゃねえか。もう少し地味なものにしてもらえると助かります。
でもこれが一番地味なんですけど。そうか、俺はいいと思うけどね。なんだかこいつが浴場するみたいだから。じゃあ明日買ってきます。お願いします。なんかでもよかったね、ボスもすんなり分かってくれて。本当ね、もっと粘るかと思ってた。で、ちゃんと話ついたの？うん、話はしてない。え？手紙書いたの？ あったんじゃなかったの？うん、あったのかと思ってた。別にあった話のことでもないし。そうか、いいのいいので、ボスは話ついたの？ちゃんと昨夜電話かかってきた。なんだって？なんかいろいろ言ってたけど忘れちゃった。大丈夫かよ。大丈夫よ。なんかね、奥さんとうまくいってないみたい、別居してるみたいなこと言ってた。で、あんたなんて答えたの？そんなの関係ないもん、私の中でもう終わった話だし。もういいの忘れよ。あの、お話の途中ですけど。なんだよ。そろそろ消灯時間ですので。もうかよ。みんな、部屋に戻ろう。おい、ちょっと待てよ。おいおい、俺まだシャワーも浴びてねえんだぞ。一応あと5分で11時。急いで入れば間に合う、樋口さん。ちょっと時間配分難しいな。頑張れ。頑張る。小杉さん、ちょっといい？え？すいません、どこか触っちゃったんじゃないですか。いいですか？お願いします。ホームページが見れればいいの。わかりました。いつもごめんなさいね。加川さんはフォーラムに参加したりするんですか？しますよ、時々。ボスに教えてもらったの。あれはハンドルネーム。ハンドルネームって？あの、みんなペンネームみたいなもの持ってるじゃないですか。ああ、教えない、恥ずかしいから。いいじゃないですか。だって教えたら誰か私のメッセージがバレちゃうもん。気になるなぁ。ただね、私指一本だから長い文章打てないの。あ、そうなんだ。それにね、これ壊れてて漢字が打てないんです。そんなことないですよ、全部ひらがなになっちゃう。あ、それはやり方があるんですよ、教えてあげますよ。あ、いいの、どうせ漢字知らないから。いや、でも。何？だって規則だろ。規則？まずいんじゃねえのか、この時間二人でいたら。ああ。樋口さん、お風呂は？しょうがねえ、今日は諦める。あのさ、そんな厳密に考えなくてもさ。お前さ、俺は体育会系だから規則守らないと気休まねえんだよ。出ました。これ、あの、電話回線使ってますから、他の部屋で誰かが電話してたら使えませんから。そうなの？え、今は平気だけど、これから使うときは気をつけてくださいね。わかりました。ありがとう。それじゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。行こうか。おやすみ。おやすみなさい。おやすみ。おやすみ。こうして僕らの同居生活が始まった。完璧とは言わないまでも僕は幸せだった。海外に住む人間にとっては生活必需品だ。日本の情報はオンタイムで入ってくる。新聞だってその日に読める。そしてホームページ。
川上さんがいつも見ているのはこっちに住んでいる日本人たちのフォーラム。名前はオンザタウンといった。参加者たちはパソコンの中で情報を交換したり愚痴をこぼし合う。言ってみれば集団の交換日記だ。川上さんのメッセージはすぐに見つかった。漢字が一つもなかったのですぐに彼女のものだと分かった。ハンドルネームはイガリ。イガリはしつこしました。ルームメイトはなかなか活かしたやつらです。はい、誠です。入っていい？どうぞ。お邪魔します。眠れないんだ。そうなの。わかりますよ。引っ越した最初の日はね、高ぶっちゃうんですよね、気持ちが。一杯だけ付き合ってくれる？そしたら帰るから。付き合いますよ。何？いえ、樋口さん、やっぱりまずい。まずくないよ、全然。なんで？はい、どうぞ。すいません。乾杯。乾杯。あ、猪狩くん。あ、そうだ。あ、どうしたんですか？これたまたま街で見つけたんです。ステゴドールスはお好きですか？恐竜は何でも好き。どうぞ。くれるの？だってそのために買ったんです。ありがとう。かわいい。どうぞ。失礼します。さっきはどうもありがとう。え？パソコン。小菅さんはホームページとか見ないの？そうですね、僕は。私ね、こっちに友達もいなかったし、ホームページぐらいしか楽しみがなかったんですよ。ああ。でももういいの。え？そろそろやめようと思って。だって私にはもう必要ないから。友達だっているし。でしょ？え。すいません。なんか楽しいね。え。なんでだろう、こっそり飲んでるからかもしれないですね。あ、樋口にはくれぐれも内密に。昔ね、お姉ちゃんとね、お母さんが買い物行ってる間によくお母さんの部屋に忍び込んでよく遊んだの。なんか今それ思い出しちゃった。勝手にね、お母さんの兄弟の前に座ってね、お化粧ごっこをするの。それですっごい厚化粧になっちゃって、それでじゃんけんで負けた方がその顔で買い物に行くの。川上さんも行ったんですか？行きましたよ、お手もやみたいな顔して。へえ、おかしいな。そういえば小菅さんとお姉ちゃんに似てる。僕が？唇の感じとかそっくり。そっか、誰かに似てると思ってたんですよ。それは喜んでいいことなのかな？喜んでいいことですよ。だってうちのお姉ちゃんすっごい美人だし。わーい。なんか小菅さんといると安心する。お姉ちゃんといるみたいで。
大柄な方なんですね。うちはみんな大柄、私が一番小さかった。ごめんなさい、重かった？え、あ、大丈夫、どんどん寄りかかってください。小杉さん。はい。今日ここで寝てもいい？ここ？今日だけ。いいけど。ありがとう。じゃあ僕は向こうの部屋に。なんで？ここにいてくださいよ。でも。私平気よ。ここで一緒に。ダメ？私ね、子供の頃引っ越しばっかりしてたの。お父さんが転勤が多くて、新しい家に引っ越してきた日はいつも新しい生活が始まるドキドキとワクワクで、いつまで経っても眠れなくて、お姉ちゃんの布団によく潜り込んでたの。それで二人で朝までいろんな話をするの。ダメですね。え？やっぱりまずいでしょ、ここで寝るのは。気持ちは嬉しいんだけど、そこまではちょっと。そうですよね。樋口に悪いし。樋口さんも呼ぶ？とりあえず今日は自分の部屋で寝てください。とりあえず今日は。今後のことはまた今度考えましょう。ごめんね。気悪くした？なんで、全然平気。すいません。気にしないで。どうもお邪魔しました。え、行っちゃうの？眠くなってきちゃった。じゃ、送ってきますよ。大丈夫、廊下出たとこだから。それじゃ、おやすみなさい。おやすみなさい。これ、どうもありがとう。俺ってやつはバッカだな、お前さんも。なんであんなこと言ったんだろう。千載一遇のチャンスだったんじゃねえか。うん、ダメなんだよ。昔からここぞという時に 腰が引けるタイプなんだ。幸運の神様の後ろ髪は短いぞ。一度掴み損ねたら取り返しがつかねえんだから。俺がカナダでビッグフット目撃した時もそうだった。あと一歩ってとこで。気になるのは、話の腰折ってごめんね。いいや、別に。彼女、やけに僕を自分のお姉さんとダブらせるんだよ。これどういうことなのかな。つまりそれは僕を男として見てないってことなのかな。それは間違いないだろう。やっぱそうか。だからこそガバッと押し倒して男らしいところ見せなきゃダメだったんだよ。まるでお熱いのがお好きのジャック・レモンの気持ちだ。ああ、始まった。いや、ジャック・レモンはね、女に変装してるんだよ。だからマリリン・モンローは男と気づかずに平気にベッドに盛り込むんだよ。ああ、そうかそうかそうか。それと同じだよ。最初はアパートの鍵貸しますだったのに、いつの間にかお熱いのがお好きになっちゃったんだよ。おかしいな。まあ元気出せよ、これでも食って。ん？おい、みやこ昆布。懐かしいな。わかんねえな。なんでお前のところ来たんだろう。え、それはね、寂しかったからでしょ。おお、それだけじゃねえような気がするんだよな。他に何があるんだよ。なんか引っかかるんだ。ケネディ大統領が撃たれた時も同じ感じがした。どういうこと？ね。だけどお前、こんなとこにいていいのか？え？お前の部屋を出されて、誠ちゃん、樋口んとこでも行ってんじゃねえのか？まさか。今頃部屋でおとなしく寝てると思うよ。どうだか。だって今日は自分の部屋で寝るって約束してくれたよ。自分の部屋かもしれないけど、一人とは限らないぜ。帰った方がいいんじゃねえのか。
樋口ちょっといい？樋口寝てんの？入るよ。いいの？入るよ。どうも。さっき小菅さん来てましたよ。康介が？ええ。なんでこんな時間に。なんか面白いも入ってませんか。樋口さん。あら、何やってんですか。なんか眠れなくてさ。私もなんです。いきなり11時ショートって言われてもな。ですよね、うん、あ、さっき康介も来たらしいで。そうなの。あいつも結局眠れねえんだよ。ほら、新しいの出てる。あ、本当だ。じゃねえのか。見てくる。小菅さん。小菅さんいないよ。どっかで散歩してんじゃねえか。多分そうですね。でしょうね。すぐ帰ってくるよ。今お湯沸くから。あ、私も作ろう。
ここで食っててさ。何？ここで食っててさ、また康介が帰ってきたの、なんかやるぞまた。どうします？俺の部屋役員とかあるからな。あんたの部屋行っていいか？私の部屋？うん、いいよ。なんだよ、全然片付いてないじゃんか。いいでしょ、これからゆっくりやるんだから。こういうのは一気に片付けるんだよ。だって大変なんだ。ずっと住むわけじゃないんだから、必要なもんだけ出してあとはしまっときゃいいんだよ。そうね、二度手間になるんだから。そうする。あんた焼きそば買ったんだ。うん。お湯捨てなきゃダメじゃない。捨ててくる。いいよ、やってやる、貸してみ、ほら。樋口さんって優しいですよね。あれ？みんなに優しいんですか、それって。そうだよ、俺博愛主義者だから。そうなんだ。うん、女にも優しいし、男にも優しいし、じいさんにもばあさんにも、犬にも猫にも、イワシにもサバにも優しい。でも、あんたはちょっと特別だな。私？ああ。どうして特別？あんたはほっとくと何するか分かんねえからさ。また醤油飲まれてもたまんねえしな。もう飲まないですよ。分かんねえよ。大丈夫です。ほっといて。なんで出ないんだよ。いいの。ボスかもしれねえじゃねえか。だって話すことなんかないんだもん。だったらそういうふうに言えばいいじゃないか。ダメだあんた、全然吹っ切れてねえよ。そんなことないよ。逃げてばっかりじゃねえか。電話が鳴るたびに慌てて切るようじゃ吹っ切れてるとは言えないだろう。そのくせあんたはどっかで電話を待ってる。待ってなんかないよ。だったら電源ぐらい切ってろ。こんなことじゃあんた全然ダメだ。とにかくあんたがしなくちゃいけないのは過去を完全に吹っ切ることだ。そうしない限り俺はあんたに何もしてやれない。違うか？
康介帰ってこねえじゃねえか。あいつどこ行っちゃったんだか。携帯に電話してみます。小菅さん持ってるかも。え、番号わかるの？メモリーに入ってる。表歩いててどこかに連れてかれたんじゃない？あいつ挙動不審だからな。はい。ああ、俺だよ、樋口。樋口どこにいるの？お前今どこにいんだよ。電話くれて嬉しいよ。どこにいんだって。ちょっとカーテン開けてくれ。何言ってんだよ。頼むからカーテン開けてくれ。何も言わずにカーテンを。なんて言ってんの？カーテン開けてくれって。どういうこと？さあ、いや、何やってんだ。鍵を忘れちゃって。這い上がってきたのか。大変だったですね。いえ、よくあることですから。よくあんのかよ。小杉さん何か食べます？カップ麺とかいろいろありますけど。あ、いいですね。作ってきてあげるね。何がいい？じゃあ、味噌味を。味噌味ね。え、ね、ち、味噌味。どういうことだよ。何が？川上さんの部屋で何やってたんだよ。その前にお前あそこで何やってたんだよ。鍵を。嘘つけ。夜間は二人きりになっちゃいけないって決めたばかりじゃないか。向こうが誘ったんで一緒に夜食でも食べませんかって。お前が誘ったんじゃないか。川上さんに聞いてみろよ。違うんだよ。要はあいつ一人になるのが嫌だったんだよ。前の男から何度も電話がかかってくんだ。え？一人でいると電話取っちゃいそうで、それが怖かったみたいだな。話を総合するとだ。そうなんだ。あいつ自分が言ってるほど立ち直ってないぞ。なんか鳴ってる。なんか鳴ってるよ。お宅の電話じゃないのか。間違いないだろう。だけど今更なんで。向こうも必死なんじゃないか、つなぎ止めるのに。彼女の中で終わったことじゃないのか。だからそうでもないんだよ。ちょっと待ってくれよ。私ちょっと出てきます。どうなった？ボスと話してくる。それはいいよ。ちょっと待ってよ。どういうこと？心配しないで、すぐ帰ってくるから。今から会うの？そんなのダメだよ。何時だと思ってんの？前の方が過ぎてんだよ。行ってこい。ダメだよ。何言ってんだよ。この時間に外出なんて非常識だよ。前の方のニューヨークを日本人が出歩くなんて、アクアラングつけずに深海に潜るのと同じくらい危険なことなんだから。迎えに来てくれるの？そんなの分かんないよ。表は霧が出てたし、多分迷ってここまでたどり着けないんじゃないかな。もう下まで来てるの？下に？いるよ、この天狗が。いいの？行かせていいの？まずいんじゃないの？樋口！樋口！なんか嫌な予感がする。ものすごく嫌な予感がする。彼女に任せよ。よくそんなことが言えるよな。こういうのはどっかでちゃんと決着つけた方がいいんだよ。だってもう決着ついてんじゃないのか。あの子の中ではまだなんだよ。だって下手にやってよりが戻ることってあるじゃないか。ね、そのこと考えた？そのこと考えた？そん時はそん時だよ。
ダメだよ、そんな何言ってんだよ。それで彼女が幸せになればいいじゃないか。幸せなんかなるわけないだろ。向こうには奥さんもいるし子供もいるんだよ。別れるって言ってるらしいぞ。そんなの余計ダメだよ。来たよ来たよ。落ち着けて。そう、なんでここまで来るんだよ。下で待ってらんないんだよ。なんて男なんだよ。落ち着けて。どうしよう、出た方がいいかな、出た方がいいかな。な、気をつけて。私が出る。行ってくるね。かっかみさん、僕はやっぱりやめた。行ってこい。そんなに大げさに考えないで。ちょっとお茶飲んでくるだけだから。絶対だね。今の言葉忘れないでね。お茶飲んでくるだけだからね。うん、お茶飲んでくるだけだからね。決着つけてこい。何かあったら電話。起きて待ってなくていいから先に出て。何かあったら電話。外にいたのよ。その夜、川上さんは帰ってこなかった。この天命が、
いいの、行かせていいの。行ってくるね。川上さん、僕はやっぱりやめたい。行ってこい。ひがち、そんなに大げさに考えないで。ちょっとお茶飲んでくるだけだから。お茶飲んでくるだけだからね。決着つけてこい。その夜、川上さんは帰ってこなかった。今何時だ？8時20分。仕事いいの？今日は休むわ。平気なの？電話しとくよ。セントラルパークの犬の放し飼いなんていつだって取れるから。これよかったら。うまいね、ゆでたもん。たまに食べるとね。お前今日は？今日はね、ちょっと人に会わなきゃなんないんだ。明日にしてもらえないんだ？そうもいかないんだよ。なんだよ、本社のお偉さんか。なんかうちのキャラクター商品をさ、こっちで勝手に使って売ってるらしいんだよ。そこの代表と会うんだ。めんどくさそうだな。普段は暇なのにこういう日に限って用があるんだから。まあそういうもんだよ。できるだけ早く帰るけど。お前昨日少しは寝たのか？寝てない。あんまり無理すんなよ、もう若くねえんだから。ああ、ドリンク剤買ってった方がいいぞ。そうする。基本的には事務所にいるから。なかったら電話するよ。なんかなくてもマメに電話して。わかった。じゃあ行ってきます。車気をつけて。俺が昔ネバダでカーボーイやってた時さ、よく牛が逃げて、その時覚えた教訓は、朝戻ってこない牛は二度と戻ってこない。嫌なこと言うな。今頃ボスの腕の中で、すやすやおねんねじゃないの。ほんと、嫌なこと言うね。さあ、早いとこ会社行ってくれよ。この時間俺忙しいんだから。おじさん、なんでいるのいつも。俺の店でいたっていいじゃねえか。いつ寝てんの？俺は15歳から18歳の間、眠り病にかかってたんだよ。眠り病？その時たっぷり寝てるから、今は平気なの、寝なくても。はい、ごちそうさま。いってらっしゃい。仕事終わったらさ、ちょっとお店顔出そうかと思うんだけど、どうかな？店？うん、川上さんのさ。覗いてどうすんだよ。もしかしたらボスに会えるかもしれないし。会ってどうすんだよ。話してくるよ。これ以上川上さんを惑わすのはやめてくれって。まあ向こうの出方次第では殴り合いになるかもしれないけど、僕はそれでもいいと思ってる。康介、いい加減目を覚ませ。何もしないで待ってるのってもう耐えられないんだよ。これ以上まだわかんねえのか。これはあんたが関わる話じゃねえんだよ。これ以上あんたが出て行っても話をややこしくするだけだろう。昔教授と美女っていう映画があってさ、ゲイリー・クーパーは愛する人のためにギャングのボスのとこに乗り込むんだよ。それは映画の話だ。誠が帰ってこなかったということは、あの子はボスとやり直すことに決めたってことなんだよ。そんなとこへお前さんが乗り込んでってみろ。一番迷惑するのはあの子じゃねえか。
これ以上笑い者になってどうする。そんなにピエロになりたけりゃ俺がサーカス紹介してやるよ。昔の仲間に頼んで。サーカスにいたの？ボリショイサーカスに2年。預かってもらいます。全然構いません。お給湯送ってきたんです。よかったらどうぞ。今日ここで寝てもいい？ここ今日だけ。え、部屋にいたら窓から入ってきた。嘘。嘘じゃない。何やってんだ。もしもし。Really? What's going on? It's been a long time. Good morning, Miss Lamua. You've got visitors waiting downstairs. 何言ってるかわかりません。They've been waiting for half an hour. ねえ、その香水やめない？きついんだよ、匂いが。They seem really upset.だいたいあんたさ、化粧濃いんだよ、さっき。悪かったね、化粧濃くて。日本語わかんない。お客さん待ってるよ。呼んできてもらいます。ハロー。あ、もしもし、小杉ですけど。おう、なんか連絡あった？いや、ない。コウスケ、これあれだな、決まりだな。決まりって？ねえ、よりが戻ったんだよ。諦めろ。ねえ、僕さ、お店の方行ってみようと思うんだけど。行ってどうすんだよ。ボスに会ってくる。会ってどうすんだよ。話してくる。何話すんだよ。これ以上川上さんを惑わすなんて。相手の出方によっては殴り合いになるかもしれないけど、僕はそれでもいいと思ってる。やめとけよ。そんなことしてお前川上さん喜ぶと思うか？それは確かにお前の気は済むかもしれないけど。そういうんじゃないんだけどさ。悪いこと言わないからやめとけよ。あ、俺さ、これからちょっと出かけなきゃなんねえんだよ。出かけるの？うん、シャロンからさ電話あってさ。シャロンさん、うん、なんでまた？なんだか風邪ひいてるんで飯作ってくれって言われちゃってんだよ。大変だな、それは。俺しか頼れるやつがいないんだってさ。だけどお兄さんは、グレゴリーさんだっけ？ミネソタに帰っちゃったらしいんだよ。そうなんだ。うん、だからちょっと行ってくるわ。夕方までには帰るから。分かった。そっちも頑張って。うん、お前もあんまり勝手なことすんなよ。シャロンさんによろしく。それじゃ。They're here. Come on in, guys. Come straight through. This is Mr. Kosuke, head of our branch office here. Honor, sir. Nice to meet you. Nice to meet you. How do you do, sir? Nice to meet you. Thank you.
ただいま。ただいま戻りました。ですからね、うちの大怪獣ブジラを愛してくださる気持ちは嬉しいと思いますよ。こっちにもファンクラブがあるなんて知らなかったし、それは光栄だと思いますよ。でもね、そういうのは勝手に作ってもらっちゃ困るんだな。ブジラはみんなのものだ。いや、そうなんだけど、こういうのは許可得ないと作っちゃいけないんだよ。ブジラ means just as much as to the guy. 怒ってるよ。撃ったな。なんとかしろよ。We love ブジラ。任せるよ。$2,000 on this. Listen, look, just go and do whatever you want. Just ignore it. I even have a little dog. Thank you very much. Thank you. That was great. No worries.納得してくれたのかな。まあいいけどさ、ハロー、小助です。おう、今どこ？シャロンさんのとこだよ。どんな感じ？今リゾート作ってやってるとこだ。どうした？なんか連絡あった？ないよ。そう、もう帰ってこねえな俺は。そんなわけないだろ。またかけるよ。それじゃ。ちょっと出かけてきます。教授と美女のゲイリー・クーパーはひ弱な大学教授だ。彼にはボクシングの経験がなかったが、本の知識だけで戦い方を学び、ついには恋敵のギャングをノックアウトしてしまう。だから僕もそれに習った。
川上さん帰ってきてるぞ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。お前こそどういうことだ。何が。その頭。このことは触れなくていいんだよ。それより川上さんは部屋で寝てるよ。その頭は。それよりおい、いつ帰ってきたんだよ。知らねえよ。俺が帰ってきた時はもう寝てたんだよ。だからどうしてその頭は。ねえ、彼女なんか言ってた。寝っぱなしでまだ何も聞いてねえよな。あ、それよりどうしたんだよその頭。頭のこと忘れてくれ。お前ひょっとして店に行ったのか。うん、行ったのか。うん、バカ。まさかボスに会ったのか。会ってない。パーマかけただけなのか。そうだ。何やってんだかお前は。いいんだよ僕のことは。それより川上さんどうだったのかな。ちゃんと決着つけてきたのかな。あれは一発やってきてると見たな。ちょっといい加減にしてよ。間違いないよ。俺は気配でわかるんだ。今思うと合わせたのが失敗だった。だから反対したんだよ僕は。おはよう。おはようございます。お帰りなさい。川上さんにはお店に行ったこと内緒にしといて。分かった。悪い。でもその頭見たらもろバラだろ。ひどい顔。お風呂止めてくれたんだ。廊下までびしょ濡れだぞ。ごめんなさい。で、どうだったの。うん、心配したよ。こっちは一日棒に振っちゃったよ。ごめんなさい。ボスとはちゃんと話したの。うん。なんて。ねえ、小菅さんはどうしてこんな格好してるの。え、あ、本人に聞いてくれ。あ、もらったんだよ。似合う。似合う。ありがとう。で、ゆうべはあれからどうしたの。イーストビレッジのバーに行ったの。そこでお店が終わるまで話して。それから。ボスのマンションに。奥さんは。今は別居中。じゃあ一人暮らしなんだ。あ、でもあの、そんな変なことにならなかったから。ボスとはね、あの、本当に切れたから。ちゃんと話したら彼も分かってくれたし。本当に。本当。ご心配おかけしました。なんかよかったね。私お風呂入ってくる。そうだね、さっぱりしてくれば。入れ直した方がいいよ。そうする。だけどよかったね、踏ん切りついて。やっぱ話し合うのって大切なんだね。お前あいつの話鵜呑みにしてんじゃねえだろうな。なんだよ。嘘に決まってんだろ。キレてなんかいるもんか。なんでそんなこと言うんだよ。様子見てりゃ分かるだろう。確かに別れてきたんならもっと晴れ晴れしててもいいよね。それにお前気づかなかったか。え、ここキスマーク。嘘。俺目立といんだよそういうの。あれはやってきてるよ、間違いない。結局あの女は離れられないんだ。そうやっていつまでも
引きずっていくんだ。そういう女なんだよあいつは。なんだよ。ボスと話したけど。やめとけ。彼女にできないなら僕が決着つけてやる。俺たちには関係ないことだ。関係あるじゃないか。何言ってんだよ。これは彼女の問題じゃない、僕の問題だ。小菅さん気に入ってくれるかな。俺は前のが好きだけどな、うん、小菅さんは？ん？楠木にでも買い物に行ったんじゃないのか。私考えたんだけどさ、やっぱり明日から朝ごはん作る。だって樋口さんも小菅さんも仕事あるけど、私とりあえずは何にもないし、そういうことがないと私お昼まで寝ちゃうから。そうしよう、決まり。お前いいのか。え？マジで蹴りついたのか。ついたよ。本当のこと言ってみ。嘘じゃないよ。いろんな話したの。ちゃんと話するの久しぶりだったでしょ。積もる話っていうの、たくさんあって。ボスはね、3ヶ月前から一人暮らしなの。でも離婚はできないんだって。奥さんが別れてくれないの。ボスはね、はっきり言ったの、私とは結婚できないって。結婚はできないけど、でも一生面倒見る覚悟だって。正直に話してくれて私嬉しかった。それ聞いたら私この人とやり直してもいいかなって思っちゃった。でも朝になってベッド、リビングルームで見つけちゃったの、家族の写真。奥さんと坊やとお嬢さん。それ見た時はっきり分かったの、私奥さんとは戦える、負けない自信もあるよ。でもね、子供とは張り合えないなって。だからきっぱり断っちゃった。ボスはびっくりしてたけど、ちゃんと話したら分かってくれた。そういうこと。私買い出し行ってこようかな。ホワイトナリソーです。どうぞ。だけどよく会ってくれたな。最初お店の人にボスに会いたいって言ったら、ご用件はって聞かれてさ、そこでとっさに考えたんだよ。ここで川上さんの名前出したら従業員だからみんな知ってるわけじゃん、ゴタゴタをさ。ああ。だからまずいかなって。ほんで何て答えた？猪狩君の件でお話があるって。そう言ってもらえればボスも分かるはずだって。考えたな。ごいちかばちかだよ。
どちらの猪狩さんですかって聞かれたから、メキシコの猪狩君ですって。そしたらすんなり取り付いてくれてさ、ボスもすぐにピンと来たみたいで、すぐに会ってくれたよ。どんなやつだったんだ。やっぱ似てたね、加納天命に。似てた。勢力絶倫タイプっていうのかな、はいはい、いかにもこっちで成功した日本人ってタイプでさ、これ指輪なんかいっぱいしちゃってさ、髪の毛後ろで束ねてあんまり後ろで引っ張ってるもんだから、目なんか釣り合っちゃって白目がちのキツネみたいになってやがる。いついなく辛口トークだ。おう、態度も偉そうでなんか鼻についたね。おう、どんな話した。自己紹介なんてまだるっくしい真似したくなかったからさ、もう担当直入で言ってやったよ。川上さんをこれ以上振り回すのはやめろって。おう、それで。え、そしたらボスの野郎なんて答えたと思う。お前って誰なんだ。こうだよ。まあ普通は聞くわな。それ聞くわ。あったくてさ。おう、それでしょうがないから自己紹介してやったよ。結局したのか。そしたら知ってたよ僕らのこと。誠がいろいろお世話になってますって言われちゃった。この後もう一気だよ。こういうのはね、反論する隙を与えちゃいけないんだ。本当に彼女のことを愛してるんだったら今すぐ奥さんと別れなさいって。でそれができないんだったら川上さんのことは諦めるって。いいこと言うじゃないか。そしたらボスの野郎、なんでお前にそんなこと言われなきゃならんんだって。こうだよ。まあ誰でもそう思うな。だから言ってやったんだよ、僕は彼女の恋人だって。ちょっと待てよ。なんだよ。そんなこと言ったのか。なんかポロリと出ちゃった。彼女を幸せにできるのは僕だけだって。なんか勢いって怖いよね。驚いたろボスは。かなりびっくりしてたみたい。そりゃそうだ。それでバーンとドア閉めて出てきちゃった。かっこいいなお前。ところがさ、追いかけてくるんだよボスがさ。なんで。なんか僕の手を取って金を渡すんだよ。どういうことだよ。え、パーマ代の120ドルなんだけど、誠がお世話になってるんでサービスさせてもらいますって。こうだよ。俺もうあったわけってさ。本当だよ。この野郎バレすんじゃないよ。おう、こっそりゆすりたからやってんじゃないんだよ。え、パーマ代浮かしたくて言ってんじゃないんだよ。そうだよ。ムカついたからさ、もうその120ドルバーンと投げ返しちゃったよ。おう、そしたら向こうもすごい顔でこっちに睨むからさ、僕もカーッと来て思わず一発。まさかお前殴っちゃった。こすげえ。見直したぞ。こう睡眠ちゃった。ほらやるね。自分でも信じられないんだよ。髪型変えさせるから。ただいま。あ、小杉さん帰ってたんだ。どこ行ってたんですか。ちょっと事務所に忘れ物。ボスに会った話も内緒ね。こういうのはあえて言うことじゃないから。分かった。どうせいつか耳に入ることだと思うし、その時感謝されればいいことだから。オッケー。そして陳自身の一品、平貝のおかゆスープを自ら取り分けます。やっぱり陳さん美味しいよこれは。まだね、お米入ってるように、なんか食感もなんか米の感じもするのよ。え、さ、寝よう。最後まで見ないの。これどう考えたって鉄人の勝ちだもん。わかんないよ。ねえ、圧勝。俺前見たもん。そうなんだ。そろそろ消灯時間だし。あ、俺歯磨いてこよう。ねえ、もう脱げばそれ蒸れちゃうよ。何なんですかそれ。大怪獣ゴジラ、ほらうちの会社の映画ビデオを貸してあげたじゃないですか。あ、ごめんなさい、私まだ見てない。いつでもいいです。それ出てくる怪獣。へえ、見せて。よくできてるよね。どう。かわいい。私かぶりもんじゃ自信があるの。似合ってるよ。それ、これパーマかけたの。あ、イメチェンらしいよ。そう。ちょっと待って、これうちのお店のオリジナル。お店行ったの。うん、今日。何しに。こいつ今日2回も行ったんだよ。おい、白状しちゃえよ。だけどボスに会ってきたんだ。え、そうなんだ。会ったの。
うん。話したの？どうして？一言言っておこうと思って。なんて？これ以上川上さんを振り回すなんて。ちょっと待って、だって私もう切れたって言ったじゃないですか。そうだけど、どうしてそういうことするわけ？こいつ恋人だって言ったらしいよ。どういうこと？話の流れでつい。なんでそういうこと言うの？そんなこと言ったら私が双葉の陰に来たみたいじゃない。あのちょっと待ってよ、私マジで怒ってるんですけど。違うんだよ、なんでそういうこと言うの？せっかくいい別れ方してきたのに、どうしてそんな勝手なことするの？かかみさん、最後は殴ってきたらしいよ。ひいち、勘弁してよ。違うんだよ、殴ってないんだよ、ひいち。もう殴ったって言ったじゃないかよ。壁殴ったんだよ。あんまり失礼かとするもんだからさ、頭に来て壁をこう殴られたのは僕の方なんだよ。え？あの人が殴ったの？そうなんだよ、帰ろうとしたらすごい力で掴まれてさ。よっぽど腹が立ったんだわ。あの人がどんな気持ちで殴ったかと思うと我慢の限界だったんだ。かわいそう。殴られた方の気持ちは？ねえ、殴られた方の気持ちは？最低。どうすんだよ。電話してくる。ちょっと待って、僕は鏡さんがまたボスに何か言われて気持ちが揺れてるからって。いやいや、なんかいません。だって鏡さん元気なかったし、ボスと私はね、好きだった人とさよならしてきたんだよ。ニコニコなんかしてられるわけないでしょ。なんでそんなこともわからないの？やめとけって。あ、川上ですけど、今聞いたんですけど、今日お店になんか変な人が行ったんですって。本当ごめんなさいね、あの人ちょっとおかしいんです。おかしいの？旅に出てくる。コウスケはああいうやつなんだよ。あんたのことを思ってさ、真剣に考えてボスに会いに行ったんだ。私言い過ぎたかな？まあ普通は怒るよ。ですよね。あいつはあんたに本気で喜んでもらえると思ってた。バカだろ。でも俺はそういうあいつが嫌いじゃないな。あんなバカそうはいないよ。いい人ね。あ、そうじゃなくて樋口さん、小菅さんのことが好きなのね。友達だからな。どこ行っちゃったんだろう。旅に出るって言ってた。私探してくる。この時間は出歩かない方がいい。でも
康介はお前のためなら何でもする。あいつはそういう男だ。でもお前を幸せにできるのはあいつじゃない。何してんだよ。帰ろうぜ。川上さんは？もう怒ってねえよ。帰りづらいな。何言ってんだよバカ。もうちょっとしたら帰る。女心は難しいな。難しいことなんかあるかよ。何も難しくねえ。言ってるぞ。これ持って帰ってくれる？Higuchi-san, できたら帰りに。 Excuse me. Sorry, Mr. Higuchi is not here now. Hello? Hello? だから言わんこっちゃない。そこだね。どうすりゃいいんだ。こんなに好きなのにどうして恨み恨み出るんだ。クソ。行ったよシャロのとこ。あいつから電話があって風邪で寝てるって言うから飯作りに行ったんだよ。それだけだって。多分リゾット作ってる時に携帯が鳴って康介からだったんだけど、その時忘れたんだ。しまうの。ずっと待っててくれてるのかと思った。向こう行ってる間もずっとお前のこと考えてたよ。マジでそっちこそ電話の一つもかけてこないで待ってる方の身にもなってみろよ。樋口さん、私に言ったよね。本気で過去を吹っ切れって。そうしないと何もしてやれないって。だから私頑張ったのに。何よ、自分は全然引きずってるじゃない。俺を信じろ。私ね、もう失敗したくないの。もうあんな目に遭いたくないの。私を幸せにしてくれる？ああ。だったら私だけを見て。それができないなら私に優しい言葉なんかかけないで。私ずっと一人でいるから。川上さん、口ではああ言ってるけど内心喜んでるってことはないかな。ないね。ほんのちょっとでも感謝の気持ちは？ないね。絶望だ。今回の一件で彼女はあんたに
感謝もしなければ好きにもならなかった。これは事実だ。もういいよ。ただ嫌いにはなってない。自分のためにあそこまで尽くしてくれたんだ。その時はカーッとなっても後で考えれば悪い気はしないんじゃないか。今頃じわじわ来てんじゃないか。何が言いたいの？まだゲームは終わっちゃいないってことさ。僕はこれからどうすればいいの？あとは自然に彼女が振り向いてくれるのを待つんだな。何もしないで振り向いてくれるわけないじゃないか。じゃあ手は一つだけしかない。教えてくれ。あんたに質問するぞ。川上誠に一番ふさわしい男は誰だ？僕だ。彼女を幸せにできるのは誰だ？僕だ。だったらそれを彼女に伝えるんだ。どうやって？それは一番難しいんじゃないか。もう僕が何言ったって彼女聞いてくれないよ。それが一つだけ手があるんだ。え？一つだけな。そして僕は最後の賭けに出た。